温宿危険物取扱い者オツシ第4類講座、今回は基本的な物理学基本的な化学4回目気体の性質について勉強していきます。この気体の性質の中のボイルの法則シャルルの法則というこの2つを中心に見ていきたいと思います。まずは冒頭問題です。気体の圧力が大きくなると気体の体積も増える。ちょっと難しい感じの問題かもしれませんが、講義の中で確認していきたいと思います。まずは臨界温度臨界圧力という論点を見ていきます。普段あまり聞かない単語ですのでちょっと引いてしまう単語かもしれませんが、科学ではよく聞かれたりする単語です。まず全体的な話を押さえていただくといいかと思います。気体が液体に変わる、これは温度が低くなれば気体が液体に変わるわけですけれども、温度だけではありません、圧力が必要になるという話は何回か見ているかと思います。一定温度以下で気体が液体に変わるわけですけれども、この時に圧力も関係するわけです。圧力は小さくなればなるほど、より低い温度でなければ気体は液化できません、液体に変わらないということです。逆の言い方をすれば、圧力が大きければあまり低い温度でなくても液化するわけです。ただし、じゃあ圧力が大きくなればなるほど必ず液化できるのかという問題が出てくるわけですけれども、臨界温度を超えている気体はどんなに圧力を上げても液化することはありません。ということで、温度と圧力の関係で気体は液体に変わるわけです。気体は臨界温度以下でなければ液体に変わらないということです。ただし、圧力が大きい小さいによってその温度は変わり、圧力が小さいほどより低い温度でなければ気体は液体に変わらず、圧力が大きければそれよりも高い温度でも液体になる可能性はあります。ただし臨界温度以下でなければいけないという、このような関係です。この温度と圧力の関係は実際の物質の状態変化の中で非常に関連するテーマですので、細かい論点よりも全体の論点、この両者の関係をしっかり見ておいていただければと思います。ではボイルの法則というテーマを見ていきます。ここではちょっと難しい算式が出ていますが、これもまた全体的な法則全体像を見ていただければと思います。温度がもしも一定だとした場合に、一定の重さの気体の体積は圧力に反比例するというのがボイルの法則です。要は圧力を大きくすればするほど気体の体積は小さくなる、圧力を小さくすれば気体の体積も大きくなるという関係です。一旦この図を見てください。これはビーカーにぴったり蓋をして上から重りを乗せたという図です。重りの数が増えれば増えるほど押し付ける力が大きくなりますので圧力が大きくなるという図です。左側は重りが1つ2気圧、右の図は重りが2つ4気圧という状態です。気圧が大きくなればなるほど気体の大きさは小さくなる、体積は小さくなるわけです。例えば風船をイメージしていただくといいかもしれません。風船を膨らまして口を閉じてボールのような状態にした風船をイメージしてください。この風船をぎゅっと手で押し込むと大きな反発を手に感じるかと思います。ぎゅっと押し込むということは気圧が高くなったということです。したがって風船は小さくなりますが手に大きな反発を感じるわけです。逆に言うとその反発が気圧ということでもあるわけです。気圧は大きくなるほど体積は小さくなるわけですが、風船の例でいけば体積を小さくする、風船を小さくぎゅっと押し込めば中から大きな反発を感じる、体積が小さくなるほど気圧が大きくなる、気圧が大きいほど体積が小さいということです。
したがってこの関係ボイルの法則は具体的な数字でこのように表現できます。例えば先ほどの図をイメージしながらこの数字を考えてみてください。2気圧の容器に閉じ込めた気体を4気圧に2倍に気圧を上げたときに体積はどう変わるかということです。2気圧のときに 100ml という体積の気体は4気圧にすると半分の 50ml になる。気圧を倍にすれば体積は半分になる。風船の例で言えばギュッと押し込んで小さくすれば風船からの受ける反発が大きくなるというのと同じ関係です。これをボイルの法則と呼んでます。では冒頭問題を考えていきます。気体の圧力が大きくなると気体の体積も増えるという問題でした。先ほどの風船の例でもいいです。ビーカーを蓋をして上から重しを乗せる、その例で考えてもらっても結構です。気体の圧力が大きくなると気体の体積は小さくなるということですから、この問題は×ということになります。この問題まさにボイルの法則という法則を聞いている問題です。日常の風船の例で考えていただくと分かりやすいかと思います。実はそこにこの物理化学の法則があったということです。今度はシャルルの法則というのを見ていきます。これもまたなんだか難しい算式が出ておりますけれども、これも全体像をイメージしていただくといいかと思います。これは気体の体積と温度の関係です。これも図を見ていただくといいかと思います。左側の図は10度という温度の時の気体の体積、右側の図は5度という温度が5度下がった時の気体の体積ということです。温度が下がると体積も減ります。温度が高くなると物がこう膨れ上がるようなイメージを考えていただくといいんですけれども、逆に温度が下がると物がこう縮こまってしまうのを考えていただくといいかと思いますけれども、これも実は風船なんかでもあることです。夏の暑い時ですとこう膨らんだり、温度が下がるとこう縮まったりするようなことが見られることがあるのですが、まさに温度によって体積は変わるというこの気体の特徴、これをシャルルの法則と呼んでいます。まずこの全体的な関係を見ていただくといいかと思います。ちなみに体積と温度はどのような関係なのかということですが、細かい数字は抑えなくてもいいかもしれません。今の全体的な話、温度が上がると体積は増え、温度が下がると体積は減っていくというこの関係をしっかり押さえていただくのがポイントにはなります。どのくらいボリュームが増えるかというところは細かい計算になってしまいます。ここで273という数字が算式に出ています。これはまた別の回で見ていただくことになりますけれども、絶対温度と呼ばれる温度の数値であります。普通摂氏あるいは摂氏と呼んでいる温度が一般的に利用されています。これまで見た話を例に挙げれば、水は0度で氷になり100度で蒸気に変わるという話がありました。この0度とか100度というのは摂氏と呼ばれている温度で、気候が暑い寒いという時にも使う温度です。ただこの化学物理では絶対温度という数字を使うこともよくあります。摂氏0度は273度という数字で表されます。ということでこの絶対温度との関係で実はこのシャルルの法則はできています。ですから温度が10度から5度に下がったら体積が2分の1になるかというわけではなく、273という数字を加味して見ていただくことになりますので、実際には温度が5度下がっても体積は2分の1になるというわけではないということです。細かい算式の方はここではそれほど気に留めなくてもいいかと思います。試験の問題ではこのシャルルの法則がどういうものかということで聞いてくると思いますので、気体の体積と温度の関係、温度が下がると気体の体積も減る、温度が上がると気体の体積が増えるという関係をしっかり見ておいてもらえればと思います。ではもう一つ気体の法則のアボガドロの法則というのを見ていきます。実は気体というのは
固体液体と違ってなかなかこう目に見えにくい、手に取ってみるということが難しいのでありまして、なかなかこの法則をイメージしにくいわけですけれども、このアボガドロの法則というのは、温度と気圧が一定の状態ではいかなる気体もその体積の中にある分子の数は同じであるということを発見した法則、これがアボガドロの法則というものです。ここの図にも書いてありますように、 22.4 リットルという大きさのマスの中に気体が入っていたときに、いかなる気体もその中にある分子の数は同じ数という関係です。実際には 6.02×10^23 個というですね、気の遠くなるような数字ですので、この数字をイメージはつきませんし、もちろん目で見ることもできませんし、試験においてもこの数字を直接聞いてくることはあまりないと思いますので、この数字はそういうものかということで見ていただければいいかと思いますが、ぜひ覚えておいてもらいたいのが、どの気体にも言えることですけれども、温度と気圧が一定であれば、この 22.4 リットルという大きなマスの中に入っている分子の数が同じであるという原則です。これをアボガドロの法則と言います。ボイル、シャルルの法則と合わせて、このアボガドロの法則も覚えておいていただくといいかと思います。これはいずれも気体の法則ということで整理をしておいてください。今回の講義はここまでです。